とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。パワー1から251まで何時間かかるのか。今、7時間半プレイしてます。今日も1時間半プレイして、合計で9時間までやってみたいと思います。ちなみに、今のパワーレベルですけども、レベルは48。パワーは131となってます。今日の目標ですけども、どこまで目標にしようかな。とりあえず今、アポカリプス、固まってるな。あ、動いた。プラス6までいけるんですよ。プラス6。推奨パワーが136なんだよね。そうね。プラス12。ここまで、解放したいかなと思います。まずは、プラス6でのボスを2体倒す。で、その後、プラス9でのボスを3体倒す。いけるかな。はい。この難易度を目標に今日1時間半やっていきましょう。それでは、まずは最初のボス行ってみましょう。釣竿を使えば全然いけるわ。うん、釣竿を使えば問題ねえ。なるほどね。強いボスはもう釣竿でもう一気にいけば全然いいわ。これ解放早いよ。絶対早い。よし、次はレッドストーン鉱山、ここのボスを倒して次の難易度だね。余裕。これね、釣竿あればいけるわ。全然いける。雑魚も全然余裕だもんね。全然余裕で倒していけるので、これは楽勝です。アポカリプスのプラス9でやってます。最強装備ね、もうこれだね。今のところは愛のメダル2つに釣竿、もうこれだよ。もう本当にこれだけでいい。うん。で、できれば、ボラが欲しい。うん。釣竿ですら、このダメージだからね。これはなかなか辛いよ。普通では、まあ、勝てないやろうね。いや、勝てるは、勝てるのか。ただ、時間がかかるっていうだけで。普通では、まあ、時間がかかる感じだけども、釣竿だったらいける。OK。どんどん行きましょう。やっぱりドラが欲しい。ドラがあればね、絶対まだ早いもんね。うん。あ、でも、愛のメダル2つがね、やっぱりいいんだよね。まあ、ボスの時には、メダル1個にしてもいいね。まあ、使わないボスもいるしね。2体目のボス行きましょう。やっぱりね、雑魚戦がきつい。ボスは多分楽勝なのよ。うん、全然楽勝なんだけど。雑魚がね、きついな。特にクリーパーのエンジャントのやつ、あれ一発食らえば死ぬし、止める手段もなかなかないんだよね。周り全部エンジャーだったら愛のメダルも効かないしね。ちょっと問題あり。でも、まあ、まだ全然いけてる感じですね。あ、防護か。防護もね、結構きつい。でも次サボだったらばまだ倒せるんだよね。の装備だったらまあ無理だな。はい、じゃあ残り1体ですね。そのボス倒して今日は、終わりでしょう。今日ラストはここ砂漠の寺院に来てます。いや、1時間半って意外と短いな。うん、もうちょっと先までね行くつもりだったんだけども、全然だったな。もうちょっと解放できると思ったけどな。意外とね、無理ができないのよ。うん。無理していっちゃうと、逆にやられて、時間食ってしまうので、無理ができないんだよね。いやー、これは難しい。装備も、本当はね、ある程度いいやつをもう決めて、で、それを鍛冶屋に出しながらね、行った方がいいんだろうけど、もうそれもせずに、もう出たものをつけていってる感じなので、
これはきついよ。でもまあなんだろう、危ねえ、タワーにね登ってる感じなので、もうあれで結構慣れてるので、うん、まあ全然いける感じではありますね。タワーのね、なんだ、ランダム報酬のやつか、あれをやっててよかった。うん、あれとね、まあまあ変わらない感じですね。やべ、 OK。 じゃあまあまあまあ、とにかく難しいよ、うん、急いで行こうとするとゆっくりだったらばまあいけるんだけど、これはどうしてもね、早く251まで行かせたいので、スピードがものすごく大事です。まあ、とりあえず今日で、プラス10、違うか、あ違う違う、プラス12だわぐらいまではいけるんじゃない。これがクリアできれば多分できるでしょう、問題なく。うわ、いやきついな。うん、あのね、やばい演者が来ると結構ね積むんだよね。なので、ああいうやつにはちょっと無視していきましょうか。あら無理だわ。うん、ボス戦もね控えてるんで、ちょっとここら辺でやられるわけにはいかないんだよね。 OK、 いける。まあ実際これカープクロスをガシガシ打ってれば勝てるには勝てるんだけど、でもね吸収がないのでちょっとずつちょっとずつ減ってくるんだよね。 OK、 もういいや、行きましょう。ボス今日ラストです。これをクリアできれば、うーん、だいぶいいね。ちょっと待って、いやーないなないな。まあ愛のメダルを使いつつやっていきましょうか。あぶね、あ、めっちゃ減るじゃん、むちゃくちゃ減るじゃん。まあまあいいや、 OK、 ちょっと合流して、やばいやばいやばい、よし、ある程度合流していいね。 OK、 いけ、どこだ本物は、いけいけいけ。でこの後でおしまいですね。あと1回でおしまいだ。 OK、 まあ問題なく倒せましたかね。でここ報酬ドラが出る可能性があるんだよね。ドラも欲しい。うーっそ、トゲや、ちょっと待って、これやばいぞ。いけるか、モーションバリアで OK、 ギリいける、ギリいけた。俺普通には無理だって、うん、やっぱねモーションバリアは絶対必要。うん、あれがないとちょっと無理なところが多いんだよな。モーションバリアとクールダウンがついたやつを探すっていうのがなかなか難しいですね。できれば軽減付きの防具がいいんだよね。ちょっと時間はかかるけども、ある程度厳選をするか。どうだろう、いやいや、しなくていいわ。うん、もうランダム報酬タワーみたいな感じでもうガシガシいっちゃいましょうよ。うん、その時出たやつでね。 OK、 あ、まあただこのハープロスこれだけは、鍛冶屋に出していってますね。では装備を一番強いやつに変えてクリアします。はい、それでは、本日も1時間半やりました。合計で9時間ですね。9時間経ちましたところ、レベルが58、パワーが161ですね。意外とレベルが上がらない。うん、俺よく1000とかまで行ってるな。これ58で結構きついね。多分、高レベルの、ハテナハテナハテナ、あれを、高速周回倒しながらできる人とパーティー組むと、まあ、一気に200ぐらいまでは上がるんだろうけどね。まあ、今回は俺ソロで確実にやっていくタイプなので、
それはできないんだけども。はい。で、パワーレベルがこんな感じで、で、難易度が今、一回上がったでしょう。うん。12までいけるようになりました。おー、もうだいたい半分ぐらいまで来たね。で、次は、アポカリプスプラス12で、4体のボスを倒すと、15までいけるのか。ここら辺からが多分、辛くなってくるんじゃないかな。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。